はい。すげえ。まさにね、あのシーンだね、漫画の。手とかまでもう黒くなっちゃって、うん、反射で、すごい。てかよく想像でさ、俺描いたと思わない。本当にこうなるってさ、うん、見たことなかったのにさ。どうもこんにちは、漫画家か。どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。平井ひろえれんを描いております。今日は AK5 の、エレンのトレードマーク、新月ニューブラックというコートの、もういよいよ発売になります。はい、ありがとうございます。ほんでね、もう今回このビンというセレクトショップの、ディレクターをされてる阿久津さん、もうずっとお付き合いいただいて、はい、この洋服を一緒に作らせていただきましたで、それをつないで、その今回この、仕切ってくださったりんちゃん、はい、そしてあの僕のマネージャーと、僕をいつも支えてくれてる奥さんが今見守ってる中で、あの今回この、もう最終章ですね。はい、ありがとうございます。 YouTube で、コツコツ、投稿してきましたが、今回そのコートのもう最終回ですね。はい、バイ。なので、もういよいよ発売ということで、もうあの寂しさもありつつ、売れるかどうか心配で昨日寝れなかったんですけど、クロッキーな状態で、先ほどインスタライブをやりました。で、インスタライブでなんかこのコートのディティールとか着方とかなんかコーディネートとかいろいろやったので、ちょっと YouTube だと見づらいかもしれないですけど、一応 YouTube 動画にしました。もしなんか縦でちゃんと見たい人は、僕のインスタに、アップしてるんで、そっちをご覧ください。てな感じで、AK5 新月ついに発売になりまして、先着100名になんと AK5 オリジナルハンガープレゼントということで、もうね、あの金使いすぎた。身銭を切って大変なもうプロジェクト、今回皆さんいろんな人に協力してもらって、もう今回すごいお金使って、もう一大プロジェクトでございます。なのでもうどうか、少しでも売れて、皆さんのその金銭に触れることを祈って発売日迎えたいと思います。いや、長かったですね。長かったっす。いや、コロナがあったからさ、もうすげえ長くなっちゃったんだけど、思ったよりもすげえ時間かかって、なんかちょっと感慨深いですね。だってほぼ 2年じゃない。そうですね、足掛け2年ですね。足掛け2年で、もう少ししたら高校卒業するんですよ。だってだから高校の部活ぐらい長かった。はい、何の話ですかね、わかんないけど、まあすごい頑張って感慨深い、思い入れのあるプロジェクトでございますので、皆さんぜひ注目してチェックしてください。はい、そんな感じで、じゃあまた、展覧会もねやるんで、もし展覧会来てくれる人はもしかしたら僕とすれ違うかもしれないんで、すれ違ったら無視してください。はい、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。始まりました、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。新月プロジェクトアシスタントの三宅です。今日司会進行します、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速なんですけれども、この今回のインスタライブ新月のお披露目ということで、ハッピーさんと、アクさんに登場していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。座っていいのかな、じゃあ。はい、はい、漫画家のカッピーです、よろしくお願いします。銀の阿久津と申します、お願いします。お願いします。今日はありがとうございます。いや、こちらこそ。今日は銀のお店でやってますけども、はい、インスタライブ、経験1回、経験0回っていうコンビでお送りしますので、多分なんかインスタライブ、インスタライブのやり方自体を間違えてる可能性があるんだけど、まあご愛嬌ということで、今日は左引きのエレンから飛び出した、新月という AK5 新月という、新しい洋服をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、娘が応援してくれてます。でちょっとまず新月をもう見てもらえますかね。はい、そうっすね。はい、もうあの写真とかでは結構もうお見せしてると思うんですけど、なんかこの生感というか、うん、はい、なんか今回2素材あるんですけど、こっちがベンタイルっていう
あの布の名前ですね、ベンタイルっていうやつと、エレンが作中でも着てるそのリフレクション素材、このフラッシュをバシン当てると反射して光るっていう。こっちでやってみる、これ光らしてみる。光らしてやりますね、うん、明るくても大丈夫ですか。多分一応は。あ、でも光ってるものにしるのが一回やってみてもらっていいですか。今この照明で、あ、照明いってないか。あ、じゃああのあれ、フラッシュ焚いてないよ今。明るいと焚けないと。いや、オンにできれば、うん、ちょっと時間かかるんで後でします。はい、はい、なのであのちょっとリフレクションバージョンとベンタイルバージョン、これ違いって何なんでしょうね、はい、まあ布が違うのは一目瞭然なんですけど。そうですね。でもまあ両方いわゆるその雨を防ぐぐらいの撥水ってものがついていて、でこっちはいわゆる旧撥水素材みたいな感覚で、イギリス空軍とかがもともと使ってた今でいうオアテックスみたいなものの、なんすかね、簡易版みたいな考え方というんですかね、昔作ったオアテックスみたいなことですかね、それの、まあ、いわゆる綿の最高級って感じですね、こっちは。いわゆるその、まあ、ゴアテックスってそのハイテク素材で最近、まあ、この近代に誕生した布だと思うんですけど、そのなんだろうな、その昔からあるその布地なんだけどハイテクの機能が備わってるっていう。だからそのハイテクもなんか、まあ、どっちかというとなんか職人技というか、そのこう超高密度で編み上げることで撥水してるっていう、なんでしょう、そういうことですね、その、パワープレイなんですよねなんかハイテクというよりかはただただ超高級高密度で編み上げてるから水も弾くし、化学繊維じゃないからそのちゃんと通気性もいいっていう、うん、なんかまあ、とにかくスペックがめちゃくちゃ高い布です。そういうことです。はい、でこっちはもう、いわゆるそのリフレクション素材って、そうですね、まああると思うんですけど、なんかそのなんだろうな、そのバッグとかのなんかちょっとした部分になんかリフレクターついてたりするじゃないですか。うん、だからリフレクターのなんか布って何かしら見たことあると思うんだけど、それをこういうなんか服にしてるのは見たことないですよね。そうですね。あんまり、しかもこのなんつうかブラックという、まあ、はっきりブラックとは言えないけども、ほぼ黒みたいなもので作られてるのがまずないですね。基本的には銀みたいな色がリフレクターの普通の色じゃないですか。ですよね、うん、いわゆるなんだろうな、こう子供が歩いてて車のライト反射するなんか安全、そうです、安全なんちゃらみたいなやつについてるリフレクターがそうです。この黒いリフレクターがそもそも存在するって知らなかったんですよ。いや、これは相当探したっていう説があるじゃないですかなかなか見つからず、しかもむちゃくちゃ高くて世の中にほぼ出回ってないっていうものを探し出してきたんで、結構な一品です。すごいですよ、だから今回これと出会えたことがまず第一歩だったって感じですね。そうですね。でもこのサンプルをね、確かに見せてもらったのが結構1年以上前なんで、そうですね、だいぶ壮大なプロジェクトになったなっていう感じです。はい、はい、イエーイ。質問とか大丈夫かな今のとこ。はい、じゃあなんかこんな着方したらいいんじゃないかっていうのやってみます、うん、そうですね、はい、まずでちょっと瓶の方からちょっとご提案いただきますか。あ、はい、よいしょ、映ってますかね。大丈夫です。これかっこいいよね、はい、これはね、韓国の、誰にもというブランドで スーパー極太パンツなんですけど、まあ、韓国がこの全体的にオーバーバランスみたいなのを流行らした、まあ、第一人者が韓国なんですよ、このファッションスタイルで言うと。でその中の、まあ、一つのブランドでうちで取り扱ってるんですけど、うん、こういったバランスであえてこのロングコートを合わせるっていうのが、はいはい、まあ、うちとしてはおすすめで、で靴は
まあ、このヨソっていうブランドで、これも韓国の、多分日本ではほとんど見ないんですけど、こんなブランドですね。でも、もう韓国では支持を得てる、イケてるブランドなんですけど、めちゃめちゃかっこいいですね。ね、これの組み合わせにやっぱ白 T ですよね、このまあエレンといえば、で白 T でこのコートを着るっていうのはまあいいかなと、おしゃれかなと。着てみますんで、僕。あ、どうぞどうぞ着てください。僕もやっぱ合うと思って、太めのパンツ履いてきて、これも結構太い方なんだけど、それよりもさらに太いですね。はい。でしかも裾が若干バルーンになってるんですよ。ね、かわいい。はい。ちょっと履いてみますね。お願いします。はい、質問で身長聞かれたんですけど、僕176で、アクツさんは何センチ？僕は168です。はい、そんな感じのコンビです。はい。はい、ちょっと着てますね、じゃあ。お願いします。お願いします。あ、靴履けるかな、これサイズ。サイズいくつですか？26っす。26。あ、ちょっときついかもしれない。じゃあまあ横に置くぐらいで。はい。じゃあその間に、女性が着るとどんな感じかって、そうっすね、やってみます。お願いしたいですね。インちゃんちょっと着てみて。はい、さっきこっち来たからレンタイルバージョンちょっと変わってますか。この音がいいっすよね。かっこいい。りんちゃんの身長いくつ？168cmです。あ、俺と同じ。一緒。本当ですよ。かっこいい。めちゃめちゃ似合う。オーバーサイズで着やすい。丈まで下の方に映ってるのかな。あ、大体映ってるですね。うん、あ、似合う。うんうん。多分私は結構高身長で手もすごい長いんですけど、なんか女性だったらこう可愛いシャツとか着ちゃって、なんかこう曲げたりとかしても可愛いですよね。うん、ね、たっぷり。なんか折り返す時にダサくないように、なんかちゃんとこの内側にもリフレクター素材使ったりするんで、結構このめくってもらう前提でちゃんとデザインされてるんで、結構いいかなと。うん、こんな感じで、こっちも見えてるか、はい、タグが入ってますね。グッとくるポイントがたくさん入ってる。ここポケットになってるんですね。そうです、いろんなものが収納できます。本当だ。そこはもうなんか、まあ、これペットボトル入れてもらってもちょうどいいサイズ。やばいですね。うん、なんでフェスとかでもうそのまま若干の雨も防げちゃうってことは、フェスとかのコートとしても使えちゃうっていうものですね。うんうん、女子はここリップ入れたい。確かにね。そうですね。ちょっと深いけど。深いけどいいですよ。落とすことはないですね。バックいらず。うん、とかすごいグロスとかね、いつもちっちゃいの嬉しいです。ありがとうございます。先生、はい、これ足入ってる？入ってます。はい。なんか、まあ、さっきもちょっとビッグシルエットだったんで、そんなめちゃくちゃ変わんないかもしれないけど、でもやっぱこの極太が合うというか、うん、結構その、この前出したその物撮りっていうかモデル撮影の写真あるじゃないですか、あれとかだと結構モードっぽい感じに映ってたと思うんだけど、こういうなんかめっちゃカジュアルな感じでも全然合うっていうか、割と何でも合う。そうですね、それのバランスがすごいいいことですよね。うん、スタイリングが組みやすいです。めっちゃいいですね。この内側にもね、このベスト、ベストちょっと行ってみます。そうですね、ベスト行っちゃいましょうか。てか、なんかこのね、ズボンにベスト合う気がするんだよね。確かに。よいしょ。このベストは、
まあ、劇中ではそのここをフォーカスしてないんだけど、その本当にグラフィティアーティストの作業着というかワークウェアというのが存在するとしたら、なんかこういう内側によりたくさんそのグラフィティの、なんでしょうね、そのツールが入れられるようにっていう、なんかまあちょっと最近フィッシングウェアとか流行ってると思うんだけど、そんなノリでなんかグラフィティアーティストのワークウェアみたいな感じで、うん、いい感じですね。あ、いいっすか。イケてる。質問が来てて、はい、重さとしては重い感じですか、軽い感じですかと来てますね。見た目よりは軽いって感じ。まあそのないと比べるからだけど、その全然疲れないぐらいの重さではあると思うんだけど、うん、ただなんだろうな、あんまり軽いのもあれじゃないっていう感じがあって、やちゃん。なんだろう、重さで言うとでも印象より軽いですね、うん、いわゆるそのなんかナイロンのテロテロとかその洋服みたいな軽さではないけど、ちゃんとコートとしてのなんか高級感感じるぐらいの重さっていう感じ。そうですね、うん、でもその印象より軽いと思う。だからちょっと着てみてほしい。同じ、うん、ちょっとサラちゃんとママちょっと来て、じゃあ、はい、はい、うちの伊藤家伊藤とか言っちゃったけどはい、どうでしょう。なんかこういうワンピースに合わせてほしいなと思って、今日わざわざ来ても来てます。あ、いいっすね、はい、ワンピースで。私163センチなんですけど、今ブーツ履いてるんで、うん、10センチぐらい、まあ、ちょっと持ってる、ちょっと持ってるんですけど、うん、でもまあブーツ履くしね、うん、似合う、こんな感じです。イケてます。イケてる。女性が着てもシルエットとっても素敵ですね、ね、うん、で男性が着てもかっこいいし、うん、割と本当に、まあ、着れば分かる良さはすごいありますよね、本当に、うん、高級感がすごい。ちょっと横向いてもらって、うちの奥さんは身長いくつだっけ、163cm だから、まあ、ちょっと折り返してちょうどいいぐらいだね、うん、この内側のこういうリフレクションを見せてみたいな、うん、いろんなところが光りますからね、これ ね、うん。コメントが来てて、はい、190センチの方みたいですね、小さくて着れないでしょうかっていう質問なんですけど、190どうですかね。でも、僕が176じゃないですか。別になんか相当その大きいサイズでバランス取ってるんで大丈夫な気がするけどな。ちょっと、うん、ごめんなさい、知り合いで190がいないからあんまり今具体的な想像ができないんだけど、多分大丈夫な気しますけどね。うん、でも先ほどの方もすごい大きいですね、190ってなかなかいないね、うん、かっこいいだろうな、絶対、うん、かっこいい、ね、でも似合うと思うけどね、うんうん、はい、そんな感じです。じゃあちょっと他の僕のおすすめの着方とかもそうですね、ちょっと見せたいなと思います。ぜひぜひ。ちなみに今何時でしょう。15分、まだ大丈夫、ね、まだ全然あるんで、はい、あんま変わらないでしょ。コメント来てます、ありがとうございます。リの方からコメントして、160センチの女性が着ると丈長いですかね、スニーカーに合わせたいなと思ってますということで、160センチの女性、スニーカー履いてみるわ。160、163なんですけど、ああ、とかで、うん、じゃあ使ってみる。そうですね、スニーカーっぽいですか、ね、問題ないと思うんですけどね。ちょっとヒールなしの女性もこの後着ていただこうかなと思います。24
この着てもらってる間にこう細かいところのディテールですけど、これゴム のコードでここをフォールドできるようになってて、でしかもこのコードにまでリフレクターを入れ込んでるコードなんですよ。だからこれもチラチラ光るっていう、そういうとこまで相当こだわって作ってるんで、なかなかない。でしかもこれゴムのなんですかね、ストッパーでスッて引くだけで止まるんですよ。あ、すごい。でこれでスッと戻せるっていう簡易的な、すごい楽な、でも凝ってるみたいな、すごいデザインですね。触んないと分かんないですよね。分かんないですね。で裏側もこのパイピングっていうこの処理で、これが結構開いた時もすごいかっこいいんですよ。でこれが全部リフレクター素材っていうのもまたおしゃれ。これがだから光るっていうことですね。あ、大丈夫そうですか。コメントでコード光るすごってきてますね。ほんとすごいですよね。ほんとすごいです。他で見たことないですねえ。じゃあ先進入ってる、はい、あ、女性のちょうど160センチに近い163センチの方ですね。これあの方ですね。説明します。さっきの質問についての、でもなんか丈感全然あの大丈夫だね、うん、大丈夫です。足元をちょっと僕の方で寄ってみます。これぐらいの空きはありますんで、かわいいと思います。超ロングコートっていう感じですごいおしゃれです。で、そらちゃんかわいいです。多分身長的には160センチは全然問題ないと思いますね。全然問題ない。やっほんで、ちょっともうちょいおとなしい感じ、みやちゃん、まあ、デニムスタイルですね。秋冬だと思うんで、うん、まあ、割と結構普通の格好というか、こういう格好するじゃないですか、うん、なんかデニムにセーターとかそういうので、ちょっとベンタイル着ようかな。じゃあベンタイルバージョン、はい、はい、ベンタイル着ると結構本当に、うん、いい、まあ、本当に普通にいいですよね。あ、いい、高青年感がすげーですね。いや、割と結構モードでもあるし、そのなんだろうな、結構ファッションじゃないですか、これ形が。そうなんですよ、結構ファッションメイテルじゃないですか。でも割と中普通でも全然合うと思う。逆にこれ1枚羽織ったらなんかちょっとあれおしゃれやんみたいな感じになるんじゃないかなって思ってます。丈がやっぱりなかなかね、ない、ちょうど他にはないバランスの丈感っていうのがいいんですよ、これ。そうね、本当になんか結構そのハイブランドでめちゃくちゃ凝っててすげえおしゃれなんだけど、中普通だとなんか持たないみたいなあるじゃないですか。そうですね。そういうのと比べて割と何でも合うと思うんで、うん、結構なんかあんま迷わないんじゃないかなっていう気がします、うん、はい。でちょっと僕の漫画の読者的に割とその会社員のサラリーマンの人が多いんじゃないかなと思って、ちょっとスーツカジュアルっぽいのも着てみますね。じゃあ、あ、カペさん、前を止めるとどんな感じでしょうか。前を止めるとこのね、前のファスナーが実はこだわってて、普通なんかこういうコートだとこの辺から締めるんですよ、うん、でそれはまあ締めやすさ優先なんだけど、これここなんですよ、一番下、うんうん、一番下からこうやってずいっと締めるんだけど、なんでそうしたかっていうと、そっちの方がかっこいいから。このなんだろう、本当にもうマントでしょ。普通はここでね、前がひらひらって浮いちゃうんで、それがないってことですよね。でも別になんだろう、全然足開くし、うん、まあだから撥水素材なんで、まあさすがにその雨の日これ一着で着ないと、雨の日
いや、この傘差さないのはあんまりないと思うけど、まあちょっと小雨が急に降ってきてもなんか全然大丈夫ですね。超大丈夫っていう感じ、うん。しかもファスナーはダブルジップなんで、下から開けて、あのここが上を止めといてもらって、こういう着方ができるんですよね。裾の方は開いてっていうこともできちゃうと。なるほど。うん、だから中のレイヤーで色が入ってるものとかだとそこで目立たせることもできて、なかなか凝ってるんですよ、これも。バランスがすごくいい。でもなんかすげえね、マジでこういろいろ試してみたけど合わせやすい、あんまり合わないのがあんまり想像つかないっていうか、なんだろうね、多分短パン B さんとかは合わない気がするんだけど、まあ、どっちみち季節的にもね、あんまり夏は着ないと思うんで、うん、あ、でこれお届けがね、コロナの影響で結構そのなんか製法工場とかのスケジュールがもう結構めちゃくちゃになってるらしくて、はっきりは断言できないんだけど、まあ、年内には、うん、はいっていう感じなんで、ちょうど羽織物っていうか、ちょうど秋冬で寒くなってきて、うん、嬉しい頃に届くと思うんで。そうですね、はい、でこれだけたっぷりしてるから、もっと肉厚なニットだったりとか、ね、インナーダウンとか入れても全然着れちゃうんで、うんうん、それもいいですね。そう、アームが広いんですよ、うん、だからなんかこれ突っかかることもないっていうか、はい、ちょっと他も着てみます。お願いします、はい、めっちゃ綺麗ですっていういいありがたいコメントがあります。なんかね、事前質問でお支払い方法を聞かれてたんで、なんか教えてもらっていいですか。カード全部使える？使えますね、基本的にカードとか、あとなんだっけ、アマゾンペイとか、はい、いわゆる一般的な通販サイトの、決済方法は使えるっていう状況です。ただ代引きみたいなものは今回完全受注生産なので先払いという形になりますんで、決済自体はそのタイミングで起きるというのが一つ注意点なんですかね、うん、はい。帝国ホテルどうだっけ？はい、帝国ホテルも、一般的なカードは全部使えて、あと Google Pay とか Amazon Pay とかそういう一般的なものは全部使えます。はい、ただそのコンビニの代引きが不可っていう感じになってます。あ、やっぱり一つね、はい、うん、あれ、そういえばさっきのフラッシュのあれってできますか？ここの照明を暗くすればスマホが光る。フラッシュってもできるんじゃない？一回やってみます。とりあえずフラッシュ一回焚いてもらって、どんぐらいこれで分かるのか、この光の中でできたとしたらそれはすごいですよ。フラッシュってボイス、これで合ってます。そう、暗いところだとさっきバッチリ光ってたんですけど、これ焚いてるけど、そうです、認知しちゃうんですよね、明るいから。フラッシュ焚かないんですよね。ちょっとフラッシュ強制発光、強制オンってできるんですよ。ちょっとこれですね、これだ、うん、はい、あ、そうそうそう、それでスーツっぽい感じ光りました。そうですよね、それ、あ、今この光の中でっていうので、僕が持ってるこんだけ、さっきの黒がこんだけ白くなってるの分かりますか？これがフラッシュで焚かれた時のもう白ですよね。すごい面白いよね。これさ、これでさ、ちょっと待ってて、はい、これで、あ、でもそれだとこっち側でもうバシッてやってもいいですかね。まあそのこれで映るか、なんで消して、あ、違う、ライトってこと、うん、すいません。そっちでどうする、ライブでは映る、うん、まあでもなんかその質感が全然違うよね、うん、この普通の布の反射の仕方じゃないんで、はい、っていう感じです。ちょっと着てみます、はい、はい、なんかスーツスタイル、うん、オフィス、これでわかんない、もろスーツじゃないけど、まあ、うん、普通の職場で着そうな
感じです。もうクリエイターのね、はい、あの広告代理店とかね、広告代理店で、はい、おしゃれな方針しかもかなりイケてる広告代理店の方とかですねタグのあれが見えましたね。ジャケットインで、うん、このバランスもやっぱりイケてますよね、うん、かっこいい。細めでも合うのがさ、いいよね。ちょっと女性目線からもこれはね、キュンかっこいいですよね。キュンです。お、奥さんがキュンとしてやったよ。キュンです、いただきましたね。キュンです、素晴らしいはい、だからなんかその仕事で来てほしいね、クリエイターに、うんうん、クリエイターっていうかあの普通に働く人に何にでも合うのを今日だから見せたいなと思ったのがスーツにも合うんじゃないかなと思ってちょっと見せたんで、これを持ってきました。ありがとうございます。はい、かっこいい。かっこいいですよね、うん、ちなみにカッピーさんどっち買うつもりなんですか？僕は両方。おお、さすが。それそうですよ。それで俺は買わないみたいなんですよ。俺が欲しいのを作ってるんで。僕の経済力でいうと一つしか買えないんで、僕はそっちを買う予定なんですよ。リフレクター版。はい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 、やっぱその素材はまず街中でこうファッションショップに行ってもですね、いわゆるセレクトショップに行ってもなかなかないから、ないっすよね。その素材だけでもちょっとかっこよすぎちゃって、こっちが僕はいいなと思ってる。あのね。そう、その漫画のアパレル、漫画のまあ言い方あれだけどグッズなのにこんなにやってるなんてっていう、まあ褒めてくれるそのコメントがあったんですけど、いやそうじゃなくて、漫画の設定ではアパレルブランドの最先端を突き詰めた洋服っていう設定だから、その設定通りにアパレルブランドの中でアパレル業界でめちゃくちゃ新しいことをやろうっていう意気込みでやってるんで、はい、あのね、これ絶対見たことないからっていう自信のもと、はいはい、やってます。なのであのこれとこれ全体で買います。さすがです。ちなみにフードかぶってくださいと、かぶってみてください。こんな感じです。かなり深めで、うん、目が見えないぐらいの深さですよね。いや、かっこいいよね。早く着れる季節になってくれっていうね。いや、いや、いや、ちょっとね、そらちゃんにはまだ早いんだけど、大人になって着れるもんね。そうです、はい。まあでもこれでね、ソラちゃんと歩いてればお父さんがめっちゃ光ってるから車にぶつかることとか絶対ないから車急につけば、本当ですね、確かに。そういう意味ではね、親子でこれを着てくれれば絶対安心っていう、安心安全、うんうん、ミニ新月作りたいな。でもね、絶対可愛い。ミニ新月ね、はい、多分ね、あのすげえ評判良かったらミニ新月作ろうっていうテンションそうですよね。そうですね。あ、でもなんかそのカッピーさん結局売れたの4着でしたみたいになってると、あのもう以降そんな話しないみたいな、新月の話永遠にしないみたいな感じなんで、あの4着以上売れてほしいなと思って、はい、どうしようかなって、ね、なんかさ、まあ、聞いたんですけど、なんかどうですかね、コメントはもう大丈夫、今は質問というよりは襟とかフードの立ち上がりかっこいいっていう、まあ、これこだわったところですからね、それを見ていただいてるみたいでありがたい。あとあれじゃないですか、一応そのコンビネーション、うん、組み合わせで来た時っていうのを見てもいいかもしれないですね、はい、じゃあちょっとまた着替えますね、はい、そこにパパどこはい、ちょっと結構ハートフルな妨害活動が行われますけど、さちゃん、おいでこっち、ここ、はい、ちょっと待ってね、うん、じゃあそらちゃんバーつないでください、はい、お願いします、します、キラキラ星歌ってください、キラキラ星かわいいっすねハートが出てますハートがすげえ
中心に、なるほど。これすいません、フードは取れないんですよ。ケンさん、フードパーカーをインしたらっていうお話が今来てるんで、パーカーをイン、ああこの中にね。そうです、そうです。でもなんか僕もちょっとそれ思ったんだけど、いわゆるあれね、ダブルパーカー、ダブルフード問題でしょ。フードにフードを重なったらやちょっと嫌だなっていうので。でも、そうしてみます。僕がしてみますか、じゃあ。あ、そうします。多分ね、フードの形が普通のいわゆるそのスウェットパーカーと全然違うから、そんなに変じゃないとは思うんだよね。そんなに気になんないと思うけど。僕もよくフードオンフードするんで。やっちゃいますよね、うん、なんか別になんかフードオンフードの全部が悪いわけじゃないから、うん、僕が168です。こういう感じで一旦かぶってから抜くって感じにしてもらえれば、全然いいわ。かわいい、かっこいい、何の問題もないかなと思います。へえ。横から見てもこの逆にこう立ち上がりがこう見えると思うので、はい、かっこいいと思うんですけどね。前閉じてほしい。だってよいしょ、こんな感じです、うん。あ、でも可愛いっすね。なんか全体にでかいバランスで撮ってるから、首元にボリュームあってもそんなに嫌じゃない、うん、うん、あ、全然ありだと思います。はい、いいっすよねこれ、うん、はい、はい。で質問で、リフレクションの方って結局何色なんですかって来たんですけど、何色か、難しいご質問ですね。色で言うと、ダークグレーって感じ。そうっすね、うん、リフレクターの業界の中っていうか、リフレクター素材の中では完全に黒って言われてる生地なんですよ、うん、ただやっぱ本当の黒と比べるとこれだけ色が違うので、うん、ただ暗ければ暗いほど黒っぽくは見えますね、うん、そうっすね。今だから そもそも若干光反射してるんですよ。そうなんですよ。そうだから、俺の中ではビビッドな黒っていうか、めちゃくちゃ 目を引く黒。まあでもまあ何色か聞かれたら多分ダークグレーって感じですね、うん、布ってなんかその商品ごとにその布屋さんがその色って出してるんだけど、それで言うと黒として売られてる布ですね、一応。だからまあ正式にはリフレクションの黒。まあ印象としてはこんな。まあ多分その写真で見てるのとそんなに相違ないと思います。あ、白色のコートという認識でした。あ、そうそうそう。ね、あれは光ってる時ですね。うん、フラッシュ焚いた時のね感じ。あれだけ光るってことですね、本当に。うん、かっこいいというコメントも来ております。ピンの方ですね。ありがとうございます。いい、ね、かっこいいですよね、本当にこれね、マジでシンプルにいいっすよ、いいっすよ。だってマジでプロと相談してほぼ2年かかったんですよ。ここ2年ずっとか、これどうしたい、もっとかっこよくするにはどうしたらいいかなっていうのをずっとやってたプロジェクトなんで、そりゃかっこいいっすよ。そうっすね、はい、かっこいいってくれたのこれ台湾の人ですね、台湾の有名なセレクトショップの
バイヤーとかをいろいろやってる。お、マジですか。じゃあ、はい、ぜひおろしてもらって、はい、台湾で火をつけましょう。じゃあちょっと中聞きますね。そうですね、はい。じゃあまあま、ね、リフレクションにリフレクションでむちゃくちゃ光るってやつで、むちゃくちゃ光る、はい、このベストもさ、ベストが多分そんなにまだあ、そうっすね、紹介できてないんだけど、この見えるかな、このロゴ、後ろにもロゴあるし、はい、こんな感じで、これもね、だからやっぱ手に取ってもらわないとわからないディティールが詰まってるんだけど、まあこのポケットがたくさんついてたりとか、このそもそもこの何でしょうね、まあ普通の洋服、フィッシングウェアとかそういうワークウェアとかそういう文脈ではあんまり出てこない、そのボタン、ポケットの付け方してるんで、なんか今回だから面白がってほしいのは、その漫画から出てきた服っていうよりも、もといグラフィティアーティストが着てる服を初めて作ったっていうか、なんかグラフィティアーティストのワークウェアがもし存在したらどんな感じだろうっていう、もしもから生まれた洋服なんで、結構そういう意味でどれもこれもディティールが新しいなっていうふうに私は思いますけども、うん、これさえあればそれこそフェス行ったら缶ビール6缶持ち歩けるですからね相当ですよ。まあなんかそれこそ山登りとかでもね、それだけまあ水をいっぱい背負って歩けるってことでいうといいですよね。山行って遭難しても光でこうやって探されるっていうね、はい、上来てますか。はい、はい、この本当フルコーデこんな感じ、どうすか。いろんなものを持って、まあまあ、それこそバッグとか何もいらないですよね、これだけあれば。本当ですね、うん、後ろもかっこいい。いいですね、うん、これ逆に今までこのインサイドのベストの提案しかしてないですけど、うん、アウトにベストを乗せるっていうのかっこいいかもしれない。マジ一回やってみましょうか。ありかもしれない。確かにこのさ、ディティールを見せない手はないよね、うんうん、確かに。もしかしたらすごいかっこいい状態になるかもしれない、うん、チャレンジ。方がいろいろあるから、まあ、自由に着たい格好でっていう形で、あ、ほらかっこいい。いわゆる何ですか、見た、ACG じゃないけど、はいはいはい、その、なんだっけ、名前が出てこない。ちょっと見てみやばくない？やばっ。そっちの方がかっけえかもって。かっけえ。ちょっと、やばいね。これもちょっと僕今見て、これありかなと思ったら、かなりイケてますね、うん、やっぱり。かなりかっこいいです。おしゃれすぎんだろ、これ。これだからやっぱちょっとセットで買ってほしいな。そうですね。かなりかっこいい。セットで買うと、分かってますよ、高いんですよ、高いんですけど、だから本当に物がいいんでしょうがない、許してください。なんか雑誌の表紙みたいねえ、これいい、マジでかっこいい。雑誌のスタイリングちょっとやってなかったけど、これありだったな。これナイスですよ、うん、これいいっすね、うん、めっちゃかっこいい。アウトベストかっこいい、ワーク感って出てますね。ありがとうございます。やっぱ
なんだかんだこのそんなになんか別にトレンド意識したわけじゃないんだけど、すげえ結果的に今っぽいアイテムな気がしますね、うん、ワークウェアとビクシェルトとでもハイブランドっぽい存在感というか、そうですね、アクロニウムとかあの辺の感覚、うん、うん、なんか相当ハイスペックで作られたウェアって感じが今して思いますね。実際あのベンタイルの方もリフレッションバージョンもめちゃくちゃハイスペックじゃないですか。そうですね、だからでここの着てもらってここの、まあ、サイズっていうんですかね、これも調節ができるんで女性の方でももっと下で着たいとか上で着たいとかっていうのはこの部分で調節できるんで、それもあの人に合わせてっていう感じなんで、うん、お好きなようにできます、まあ、そうですね、はい、こっちは調整できる分なんかあの誰でも着れると思う。そうですね、いや新しい企画だわ、うん、いやめっちゃかっこよかった、多分黒でも、いや黒でやってもめっちゃかっこいいんじゃないですか。ちょっとやってみようかな、うん、今何分ですか。今43分です。はい、なんかご質問あったら今のうちにお願いします。下にこれを着て、前当てたらどうなるの？いいですか？やっぱりかっこいい。この着方が一番俺好きか。かっこいい。やっぱりかっこいい。このカットを漫画に描けばよかったな。これちょっとやばいですね。俺じゃあ今年の秋冬はこれでいくわ。この外に着るタイプのコメントを伸ばしてもいただいてますね、はい、このポケットは実際何か入れる用のポケットなのでしょうか。これはね、スプレー缶、ここはスプレー缶ですよね。グラフィティアーティストのワークウェアなんで、でこのね、内側とかのこういうのはあのマーカーペン、そのグラフィティアーティストがマーカーペン使うんで、マーカーペンとか、まあ、あとはその、まあ、本当に何でもノズルと か, なんかそういうののグラフィティアーティストが使うそのいろんな小物を、まあ、あの考えて、あのそれがこういろんなところにこうしまえるよっていう、うん、後ろめちゃかっこいい、うん、後ろこの着方がやばい、本当にやばい、これなんかそれぞれの素材でのメンテ方法って書いてありますね。メンテ方法、まあ基本的にはもうこれだけ高級なんで、あのクリーニングに出していただきたいんですけど、うん、まあリフレクターに関しては通常のいわゆるメンテナンスっていうのがなかなか難しいので、まあ、それもやっぱりクリーニング屋さんと相談していただきながらっていう感じになりそうですね、うん、まあ、こんだけいいものなんで長く着ていただきたいので、そうですね、はい、はい、それはやばい、見つけた、これいいっすね、いや発見だわちょっとまだちょっとプレスリリースが出るんでまだ発売日をねはっきりお伝えできないっていう謎のルールがあってはっきりお伝えできないんですけど、もうすぐ出るんですよ。明日にでも出るような気持ちで今、はい、いるんで、なんとなくなんかもうほんとすぐ出るんだろうなっていうふうに思ってほしいんですけど、詳しくは、まあ、プレスリリースでということなんですが、最初の先着100名様にハンガーをプレゼントするというのを、そうですね、うん、はい、今考えてます。でハンガーかよって思うかもしれないけど、この今回の AK5 の漫画から飛び出した左利きのエレンの作品に出てくる AK5 のオリジナルのハンガーになってるんで、それもね結構高級感こだわってちゃんとハイブランドのハンガー、それと本当はセットにこう
家で大事に保管してほしいんで、まあ、もしご興味あったら先着100名狙ってほしいなと思います。はいはい、今何分でしょう。46分です。どうしようかな、何か質問なければそろそろ締めようかな。うん、何かありますか。もし何かあれば、販売方法とかもお伝えしたもんね。帝国ホテルとこちらの瓶のオンラインショップで販売です。はい、こんな感じですかね。うん、なんかその帝国ホテルで行われるイベントの内容とかはまだオフレコですか。あ、いや、普通にもう言ってるんですけど、僕の書いたその原作版の左利きレーレンの、漫画を展示します。そこでしか読めないんですよね。そこでしか読めない今のところ。はい、ちょっとなんか、まあこんなご時世なんでね、展示でその誰も彼もがその東京の帝国ホテル行けるとは思ってないんで、まあ他の地域でも展示できたらなとは思ってます。はい、あ、なるほど、先々、うん、そうそう、まあ一応なんかお声掛けいただいたら他の地域でも持っていくよっていう感じで、はい、考えてます。なので、まあ、今回ねその幸いにというか帝国ホテルで試着と展示をやるんですけど、今回これワンサイズなんで、で主な販売方法はネットなんで、まあこれ見てる方だったら別に誰でも買えるはずなんで、うん、はい、ネット使える人ならっていう感じなんで、もしよかったらぜひ、はい、買ってくださいという。なんか結構なんかあるあるなんですけど、そのこういうなんかその期間限定で物を売ったりするの今回初めてじゃないんですけど、後でね、あれって今買えないのって言われるんですよね。でそれやっちゃうと、まあそのキリがなくなるっていうのと、あとまあ一緒に作んないと、じゃあ追加で1個作ろうとかができないので、洋服ってまあ一応その今回の期間結構長めに一応用意してるんで、もし興味あったらそのお買い忘れなくというか、はい、後で結構言われがちなので、質問いいですか。質問、はい、質問というか、あえて選ぶならどっちがおすすめですかって聞きます。おー、でもこれは僕洋服や、まあ、アパレルをもう二十何年やってきてる人間からするとこの素材には相当惹かれていて、だからこれはちょっと僕は、まあ、本当ハイブランドの感覚ってですかね、で他にはないなっていうのがあるんで、僕はこのセット30万超えちゃいますけど、ちょっとこれが着たいなっていう感じですね。赤っぴさんは僕とはちょっと違うからちょっと聞いてみましょう。まあ僕は両方買って、なんだろうな、そのめちゃくちゃおしゃれしていきたいというか、パーティーとか、トークイベントとか自分が主役の時はこっち来てる。あ、なるほどね。自分が目立ってもいい時はこっち来てて、なんかそうじゃない時はこっちかな、なんか誰かのイベントで呼ばれて行く時はこっち来て、そうです。だからこっちはもう新郎の格好なんですよ。ああ、なるほどなるほど。新郎、新婦の新郎の格好だから、そう、こっちはまあもうちょっと落ち着いた感じなんで、うん、まあ普段どこででも来ておかしくないっていう感じですかね。うん、だからまあ本当に結構その僕もその今回のためもあるしっていうの、今回のためもあるし、もともと洋服好きなんで結構洋服にお金、まあ、正直使うんですけど、うん、僕が買ってる30万のコートと比べても全然安いっていう表現が正しくないけど、スペック考えるともうちょっと高くてもおかしくないと思います。はい、いやでもやっぱ黒をこうやって着てると、やっぱ黒ってなるとこのかっこよさはあって、うん、まあ、人が着てるとそっちが着たくなるっていう、まあそうだね、やっぱね。まあさすがに僕みたいに両方買うっていう人はいない、あんまりいないと思うんだけど、まあ両方その着こなし分けができる気はする。うんうん、
まあ唯一無二、多分もうこの素材をこんなに面積使って洋服にするの多分金輪際ないと思うんで、あの AK5 関係なくこんな高くなっちゃう、こんなすごい素材を全面に使うってまあありえないと思うんで、まあ、そういう意味だと、まあ、ある意味ファッション誌に名を残すはず、うん、これはまあいくらとは言わないですけど、キジネは本当に、まあ、そのいわゆるハイブランド、シャネルさんとかいろいろジルサンダーさんとかありますけど、あの人たちが使ってる値段を超えてますぐらいの本当に素材なんです、これはマジで頭おかしいんですよ。あのだから漫画を再現するっていう大義名分がなかったら絶対にこんな使い方しないっていう、まあ、あのまあその服として新しいかどうかって別に買う人にはあんま関係ないかもしれないけど、僕らとしてはすごい新しい挑戦をした、まあ、作品ですよね。もうそうですね、アートピースですね。アートピースなんで、うん、だからまあこっちを所有してもらったらまあもちろん嬉しいし、あのでもガンガンその日々着てって、その会社員で会社に着ていくとかだったらこっちの方がいいかもしれない、うん、絶対その方がいいと思います、うん、僕もっていう感じですかね、うん、はい。なので、まあ、あの富豪の人は両方買っていただいてっていう、ね、そうですね、はい。じゃあそんな感じですかね。僕は大丈夫です、はい、質問大丈夫そうですか、はい、大丈夫そうですかね。大丈夫です、はい、じゃあまあプレスリリース出るまで言っちゃいけないですけど、まあ本当に多分気づいたら出てるぐらいの、もうすぐ出るんで、はい、ちょっとなぜか言えないっていうね、謎のルールがあるんですけど、もうすぐ出るんで、先着100名ハンガープレゼントやっておりますので、よかったら発売を楽しみに待っててください。いいんすかこれで最後こんなこれでいい、だめです。最後の最後でなんかやっぱダセーみたいな、こいつらがダセーみたいなすいません、はい、じゃあそんな感じで、はい、本日はインスタライブを見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。新月発売楽しみに待っててください。はい、それじゃあおやすみなさーい。ありがとうございました。